はい、どうもというわけで、あきるのですね。はい、というか久々すぎていきなりあきるのですねって言われても何のことか全然わかんないですよね。動画を、映画を撮ると言った時に、はい、最終目標の一つ、いや、そう、目標の一つにしてました、あきるの映画祭が、はい、今日開かれます。常連だったあきるの映画祭で出すとか、3作品のうち、中村敦史監督作品の自然の摂理、はい、これが上映されることになりまして、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。人目につくのは3回目か、いや厳密に言うと、うん、3回目、自主を抜くと2回目、はい、どうですか地元人として。もう完全に地元枠で入った感じもうありあり感なんですけど、はい、全く今回は正直ほぼ映画関係者いない地元の人とか知り合いの方の方が多分多いとは思うので、おじいちゃんおばあちゃんとか、うん、どういう感想が来るのかなっていうのは。じゃあ早速行きますか。行きますか、はい、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。あきる野市のいいところは何ですか。はい、暑い以上はい、はいはいはい、というわけでね、終了しました。お疲れ様でした。お疲れ様でございました。はい、どうでしたこの初めてのあきるの映画祭出る側、上映する側。作品に笑ってもらえなかったらどうしようっていうのがね、僕ここを笑ってほしいところなんだけどっていうのが、で一応笑ってくれたんで、ね、温かかったですね、うん、温かかった。ちょっと不思議に思ったのは、うん、ドッと笑った後に2秒後ぐらいにそうタイムラグは何なんだろう。なんですかね、うん、やっぱ都合が違うのか、つられ笑いなのか、うん、他の作品が必ずしもね、お笑いのある作品ではないけども、うんうん、一番このにこやかな上映となった作品になりましたね、うん、ね、はい、まあ、順番とかもあるんでしょうけど、そうですね、うん、いや本当に俺はもうあれだけ笑ってもらえないと思う。お疲れ様でした。お疲れ様でした。さらっと。すいません、動画撮影中。大丈夫です。いや大丈夫。やっぱりいろんな、ね、作品があって、うん、思ってたのとやっぱイメージが、ドキュメンタリーもあるし、あ、何でもやっぱ映像一って言ってるから、うん、何のジャンルでもいいんだなって、うん、ここの味。そうだよね、うん、次の目標は、うん、まあ、この作品が云々ではなく、あれだね、なんか誰かショー取りたいです。うん、うんうん、そうですね、うん、で、代表でまた3人でどうぞ、お帰りなさい。お帰りなさい。あ、なんでも今度遠くから、またこれお疲れ様です。ここ使っていいですか、 YouTube にアップしていいですか、通るところせっかくだから中村さんまとめてください、はい、ね、暑い中始まってちょうど1年3ヶ月ぐらい、あ、うん、でね、あ、スタートから、うん、まあ、とりあえず1回終着地点まで、そうですね、うん、来たっていう感じですね、まあ、この後集まる時は新企画なのか、うんうん、やっとメールが返ってきて、ね、やっと2回目原点に戻るのか、また次のか、もしくはあれだよね、別にこれ以外に出してるのは、うんうん、そう、うん、まあまあ、まあ、なんかね、あれば出てくれば、うん、なんで斉藤監督も早く出して、ね、早く出して、はい、そうそう、お願いします。はい、じゃあそんな感じで、ね、はい、今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。いいよー。